いやー、ゆきえさん、ゆきえさん、あなたのことを探していました。なんで探しているかは知らんけどね。ゆきえ？ぽいよね。あー、どっか行った。ゆきえさん、なんで逃げる？で、これ電話、ボックス。手紙がある。あ、そうか、ゆきえさん、ちょっと、シャイなんだな。やけん、外、あ、恥ずかしいって言いながらも手紙で話そうとしたんじゃ。なるほどな。お主人公、ゆきえさんはシャイなんやって。だから手紙なんだ。よっしゃ。だったらそのシャイなゆきえさんのちょっとメッセージを。自分の体から強い刺繍がする。呼吸をするだけで、刺繍が私を蝕むのがわかる。あの恐ろしいゆきえは、あ、これゆきえさんの手紙じゃない？いや、本書いたら。ゆきえさんのことを書いて誰かの手紙。な。わ。自分の死体を見つけてもらうことを望んでいるようだ。死体を見つけてもらうこと。そのために電話を通じて、警戒から人間を呼び寄せている。赤く血の染みた、服を着た、手足のない幽霊が行方。染み取ったっけな。この世界の主だ。彼女を成仏させることができれば、この世界から解放されるだろう。成仏すればいいんか。手足のない幽霊。ゆきえって手足あったっけな、ちゃんと見てないけど。ゆきえには手足がない。なるほどね。ゆきえさんって足なかったっけ。はじめに電話に呼ばれたとき、すでにこの時から引きずり込まれていたんだ。だとすれば、多分繋がるはず。え？どういうこと？ああ、自分から電話するんですか。勇気あるな。もしもし、あなたはゆきえさんですか。聞こえているんだろ。ゆきえさんか。読みたら本当出ないんか。これ腕ないような。これ俺をこの世界へ引きずり込んだのには何か理由があるんだろう。だから電話で呼び寄せた。なんか突然悲しい気になってきたな。もしあなたが俺を呼んだのなら、俺はあなたを助けたい。どうしたらいい。だから何て言うてるか分かりませんけど。何て言ったん。切られた。あ、今回は主人公も分からんかった。聞いとれんかった。残念。なんで？行方に意思が通じた。これ以降、いつでも電話ボックスからセーブ可能。やったー！ 10 円玉をさ、10円玉なくてセーブできんって困っとったんよな。いらんわ。いらんわ。アイテム持ってなかったわ。ガムテープ捨てるってどんだけガムテープ捨てたんだみんな。ガムテープの実用性知らんだろ。まあ俺そんなにガムテープ使わんタイプやけど。あー、すごいの出てきた。すごいの出てきちゃった。これは強そうだ。攻撃力9なんや。そこそこ。これをさ、鼻血ブー子ちゃんとかに切りかかるとか、ちょっとさ、女の子に切りかかるのちょっとさ、抵抗あるけどさ、しょうがないよな。ブー子ちゃんがめちゃくちゃ、かまってかまってきようけんさ、しょうがないよな。右側に何かある。ほら、見てみ。お！思い切ってこれを、あ、待てよ。これをこうした後に、ちょっと、エンターだったかな、シフト？あれ？これじゃ。これを使って、ほら、見てみ。カマの使える回数が3つ上がったわけです。その後、これ拾ったら、無駄なく使えると。頭いい。こっちか。こっちやね。安全第一がこんなところに。どいてくれ、安全第一、どいてくれ。お、セーブしとこ。もうセーブポイント。電話ボックスがあればもう、どんどんセーブです。
どんどん出る。行く上。行く上でちょっと彼女に言うみたいに言おうけどさ、実は知らんのよな、行方さんのこと。どんなことか、どんな方なん。あ、アパート来た。これはもしかしてあの手紙の主のアパートかな。だとしたら104号室、1999年に引き継がれたアパート。多分その跡地に建てられたのが俺のいるアパートだったんだ。誰がおるんだろう。若い女の子だったらいいな。部屋の中を調べよう。はいはい、部屋の中入ったんだよ。誰もおらんの。手紙はあるし、アナログテレビだ。古っ。そうか、1999年やけん。そして手紙。手紙を書いた人はもういないのか。思ってほしいんやけどね。開けよう。4月22日、結構経っとんだよ。私はもうダメだ。刺繍によって思考が狂い始めている。この部屋にたどり着いたものへ、生前の行方を締め殺した男は、このアパートの壁の中へ彼女を埋めた。壁の中。どうにかして、そうか、だから、未練があるんだよ、この世界に、この世に。手足のない彼女を殺すのは、たやすいはず。何々はこちらに正体を認識されると、殺された時の姿で現れるからだ。どうか、あなただけでも生き延びてほしい。再び、もう一度、行方を殺すのだ。もう、この手紙の人は、死んでしまったのか？ぽいな、これ。行方との戦いで命を落としたのか？行方を殺せば、成仏するんだろうか？アパートの壁？壁？これ？ここだけ壁の色が違う。これだ。いけー！ブレイクザワールド！ブレイクザワールド！ブレイクザワールド！開いちゃったね。まだ空間がついているようだ。クライマックスの予感。行方の死体がこの先に。手紙の人はなぜそんなことを知ってるんだ。まさか手紙の人が行方を殺した犯人って。地図載ってない。っていうか壁開けて入ってきたのに、なんか知らんけど道に続いてますね。クライス、クライスな。行方さん、マッカー行くえ、本当に手足を。誰がそんなひどいことを。殺して成仏できるのなら俺が殺してやる。でも他に方法はないのか。いやー、行くえ。あ、そのための鎌だったん、これもしかして。行くえ、ほら行くえ。一撃で死んじゃったよ。意外ともろかった。手足がないからな。そんでどうなった、どうなった。戻れて。戻った。空間が閉じている。え？終わったのか。あれ？増えとんね。手紙が増えてる。ゲームオーバーって何？よくぞ行方を殺してくれた。その決断は彼女の心を絶望へ追い込み、永久に殺す世界へ議会の人間を引きずり込むことはないだろう。お前が104号室に入ってきたとき、彼女は憎しみの心を解放してもらえると希望を持ったのだ。
だがそんな心配ももうする必要はない。ようこそ死の世界へ。お前は永久に出られない。え？え？どういうこと？絶望を込み、永久にこの世界へ下界の人間を引きずり込むことはない。まあ下界へ、うん。入ってきたとき、彼女は悲しみの心を解放してもらえると希望を持ったのだ。だがその、え？まさか、どうにかして殺す以外の選択肢があった？え？あれ？あなたどっかで見たよね。いやクリアじゃなくてゲームか。あ、どうも。どうも。変な手の人。え？殺す以外の方法あった？なんでこった？じゃあ次からやっていきたいと思います。カットで。ここ入る。まあ多分入ると思うんやけど。でこう進んでいって、まあ多分行くえとこうここで会うんはそうなんだろうけど、ここで他に方法はないのか。やめる。一旦変える。意味ないような気がする。それは意味ないような気がする。ちょっと殺すにするんやけど、ちょっと攻撃せずにちょっと避けるだけやってみるみたいな感覚でいこうか。話し合おうぜ。話し合おうぜ。ゲロバッグ履いてるこの人。イクエさんゲロバッグ履いてきてる。手足がないからってゲロバッグ履いて、あ、見せた。ちょっといろいろちょっと触ってみた。反応なんかないんかな。なんかないんかな。え、殺すしかないんか、もしかして。え、お、誰か入ってきたやん。え、な、なに今、あ、出ていった方が。誰か出ていった。これなんか絶対事件集があるんですけど、事件な感じが。部屋の中で何をしに行ったんだ。何をして行ったんだ。追いかけろ。何をしてきたか見る方が先なん。手紙があるやん。あ、そうか。多分殺してくれとるだろうなっていう前提で書いた手紙か。違ったわ。優しさはあだとなる。殺してしまえばよかったもの。これであなたも終わりだ。行方の恨みが晴れることは永遠にない。彼女は殺せることを望んでいるからだ。死によってのみ解決することもある。今すぐ彼女の元へ戻り、あなたの手で殺してあげなさい。どんどん押してきよんで、殺すことを押してきよんで、知っとるぞお前、ゆくるーと見たけんな。殺したゲームオーバーとかがお前が送ってきたんやろうが。この手紙は。ふざけやがって。誰だ。犯人追いかけるぞ。郁恵さんは殺させん。何この子。